お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はねこの夏のサドンデスチャレンジというものが湧き出るのでやろうかなと思います。で、報酬が今回まあなんかね、ウルトラレアの箱とかがないので、あ、めっちゃいいって感じでもないんですけど、やっぱコメントでチャレンジ動画出してくださいっていうのがあったので、もう出さざるを得ないなと。さっきお昼寝してて本当起きたばっかりなんですけど、今日ね、撮っていこうかなと思います。だけど、デッキはこれですね。もうサドンデスなので、言ったらタワーを先に1本折ったら方が勝ちです。なので、まあ攻めまくるね、デッキが強いかなと思います。で、今日はこれやっていくんですけど、なんか基本的に、こう待てるごぼうりもあるんですけど、まああったら置いて、あとはもうアーチャーとかコウモリとか、適当にセパして、なんか待つんですよ。待つと、相手がどっちかにユニットをポイッと置いてくれるんですよね。置いてくれないな、この人は。置いてくれないので、もう行くんですけど。だから相手がユニット出したら、その逆サイドにバルーンフリーズすると、タワーは折れます。で、本当にもう、こんなオーブンとかこういうところに置いてると、もうね、まあ、逃げませんよ、という部分で。まあ、これはね、今回対戦相手が、このルールを多分あんまよくわかってない部分があったのかな、っていう感じでラッキー勝利ですが、本当にね、端前バルーンスケラー、そして、その後フリーズを打つだけで、タワーは基本的に折れます。なんで、超強いね、おすすめデッキでございます。ここですね。ここも、もうゴブリ置いて、まあ、ゴブリ置かなくてもよかったかな。一旦こう、様子見ます。様子見ると、こう、アイスイーツが出してくれます。なので、この逆サイドとかに、アイゴレバルーンスケラですね。まあ、アイゴレはなくてもいいですね。もうバルーンスケラをすると、基本的に止まらないです。バルーンプラスのスケルトンラッシュがめっちゃ強いですね。で、ここはま、エレキ来たので、コウモリ追加してあげて、からのバルーンがね、到着したらフリーズかけてあげて、みたいな。そしたら、バルーンかスケラかどっちかが入って、こう倒れるよ、みたいなのが、マジでね、非常に楽ですね。はい。もう基本的に、まあ、コウモリだったり、アーチャーだったり、様子見れるカードがあります。なので、こう、後ろから様子見て、バルーンプラススケルトンラッシュ打てるようにするのが大事ですね。ここですね、コウモリ出して、相手がどっちかに、ああ、一回これは守りますか。で、ちゃんと防衛力もあるのがこのデッキですね。なんか基本的に、バルーンプラススケラで折っていきます。とりあえずね、一回なんか相手が攻めてきたので、一回耐えますね。一回耐えて、もうこれもバルーンプラスですけど、いっちゃ痛いですね。よいしょ。ほいほいほい。で、あれもフリーズ打っちゃ痛いですね。フリーズ打って、もうちょっと待ってもいいかな。相手がフリーズ打ってきましたね。で、フリーズ打つと、スケルトンラッシュがネクロ溶かすし、バルーンも通るし、フィニッシュ、やっほいって感じです。いや、マジ、楽ですね。この出来楽ですね。なんかこの前、クラッシュロワイルサマーイーストゲームっていうのがね、今ずっと行われてて、もう終わっちゃったんですけど、ポナスは終了2位にね、惜しくも、最後勝ったけど、他のチームの勝利数とかがこう、組み合わせで、優勝できなかったんですけど、その時に、このサドンデスバトルの大会もあったんですよ。で、それはちょっとね、僕出て、このデッキで負けちゃったんですけど、なんかね、エリゴレに負けちゃったんですかね。これのプロのね、プロ同士の対決とかもあったんで、一応ね、僕はそれでね、これで挑むぐらい、これにはすごい自信持ってるデッキなので、ぜひね、使ってもらえるとありがたいですね。まあ、ランバーバルーンのフリーズとかもまあ可能性としてありますが、全然ね、このバルーンスケラも、それと同等というかもう、僕の中では一番強いと思ってるんでね、超おすすめですね。しかもこう、テンポがいいですしね、非常にね、使いやすいかなと思います。さあ、データにバルーンスケラが揃いました。というわけで、ここもバルーンスケラいっちゃいたいですね。で、この、もう、こういうのも守れないんで無視ですね。守れないんで無視して、バルーンスケラして、あとはフリーズを構えて、ポッキン、パッキンか。して、よいしょ。で、今回バルーン届かないかもな。おぉ、普通に届かないけど、まあ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 、こっからね。で、アーチャーとコウモリを基本的にセパですね。ここもゴボリでいっか。なんと、コカッちゃんですね。このバトルでコカッでやってくるのはなかなか勇者ですが、意外と苦戦しそうですね。インフェがちょっと厄介ですね。さあ、バルーンスケラ打って、で、インフェルノターンには速攻フリーズ落ちたいが、あ、相手やった、あ、釣れるんかい。めっちゃいい、なんかインフェルノターンの位置ですね。あ、これ、見て、パッキーン、そして、デリバリー使ったので、止まらないよ。さあ、といった部分で、倒れることができます。もう一本取ったもん勝ちなので、
なんだろうね。もう攻めたら、攻めちゃえば勝ちみたいなのがありますね。で、初っ端のすぐバルーンスクラーやるんじゃなくて、本当に同じことしか言わないんですけど、ごぼりというか、まあ、アーチャーとかコウモリで、とりあえず様子見て、ここですね、これ。アーチャーで様子見たら、相手がどっちかに今攻めてくるんですよ。そこを攻めてくるので、普通にイモリから来ましたけど、まあ、これはね、セパした後なんで、まあ、行くんですけども、基本的に様子見てね、相手がユニット1、2枚割いてくれるので、そしたらその逆サイドとかにね、攻めると基本的に止まらないと思います。いや、相手の防御うまいぞ。うまいですが、めっちゃ入るんですよ。本当に。空も陸も相手は防衛しないといけないので、これも一個同じですね。で、これ別にゴブリンバレル無視したところでタワーおられないので、よいしょ。さあ、からの相手めっちゃ警戒してますね、今回。で、これテスラとウィザードが含まれないけど、ウィザードを処理したいので、フリーズって、まあ、バルーンはね、今回通らなかったものの、スケルトンなしが刺さっていくよという部分でね、はい、勝てます。という風なのを、あと、僕は2回なので、ちゃちゃちゃっとね、終わらせちゃおうかなと思います。いや、マジこのチャレンジ、ほんとに5分もあれば終わるんじゃないかな。っていうぐらい簡単に終わりますので、これで逆、どっちかにユニット出す？こっちかにユニット出してこない。もう今ね、行っちゃってもよかったな。あ、親衛隊。親衛隊とか来たな。あ、ちょっと待って。なんか、全然違うようなことしちゃった。けど、まあまあまあ。一回ね、これで相手のロケット砲を処理できるんでね。で、このデッキの強みとしては、こう、攻めた後に、ちゃんと防衛もできるっていうのが、このデッキの強みだと思ってるんで、しっかりね、こう、防衛でしないといけないなって時には、こう、防衛しましょうね。守れます。思ってる以上に守れます。さあ、そして、エリゴレによって、エリクサを手に入れた私は、もうバルーン、フルカウンターバルーンスケラフリーズで、これ、思って、ロケホこっちくんなロケホ。これもう、フリーズっちゃ終わりですよね、こんな。ぽい。さあ、ってなわけで。余裕ですね。全試合もう1分いらないぐらいで、多分終わってますよね。さあ、ラスト。いきたいなと思います。いや、この動画ね、撮るか悩んだんですよねっていう話したな。やばい。眠くて、てか寝起きで、てか、いつも、てか、なんだろうね。最近夕方にマジで眠くなります。なんでなんですかね。なんかちょっと朝ちゃんと起きて、いい一日を過ごしてるんですけど、これちょっとバルーンがないので、順番変えます。スケラバルーン行きます。スケラフルーン行って、これフリーズないんで、一回雪ダムってね。これは？これは何だろう？もう一枚出たらフリーズしたいですね。フリーズして。さあ、12勝じゃないね。9勝かな。まあ、これで、もうね、圧勝ですね。よいしょ。はい。というわけですね。巨大宝箱。まあ、巨大からウルトラ出ることがあるんですよ。え、ワンチャン出そうじゃない？ではノーマル。ノーマル？ああ。ジャイアントね。出なかった。まあ、というわけで、このね、サドンデスチャレンジ、まあ、巨大からいろいろノーマルとかレアとかね、集めにくいカードも、まあ、いっぱい出ますし、ロケット押しとかもね、手に入って、結構、しかもすぐ終わるんでね、これ、サドンデスチャレンジ、他のチャレンジと違って、まあ、すぐ終わるのがめちゃくちゃいいことなんで、皆さんもぜひね、このデッキで挑戦してみてくださいと、まあ、言ったところで終わりにしようかなと思います。で、まあ、スケラがない人とかだったら、まあ、ランバーとかでもいいと思いますけどね。高回転のランバーバルーンフリーズでも、まあ、強いと思いますし、ぜひね。あ、でも僕はもう一番ですね、これ。これ、バルーンスケラ。ぜひ、やってみてください。というわけで、終わります。よければね、チャンネル登録と高評価、コメントも、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れちゃんでした。またね。